メルクリン、メルクリン、マークリン、ジーブル、マークリン &C、GMBH は、ドイツの玩具、模型メーカーである。主にホケー時と Z ゲージの鉄道模型を製造、販売している。かつては、ドールハウス用台所セットやブリッキ製の玩具、スロットカーなども扱っていた。1859年に、ドイツ南部のに創業し、玩具産業勃興機のニュルンベルク派の流れを組む。 創業時は、ドールハウス用のフライパンなどを、家内製手工業で生産していたが、後に、ブリキ製の玩具を生産するようになり、コウノトリと呼ばれる一軸駆動の蒸気機関車の鉄道玩具の生産をきっかけに、鉄道模型に参入した。2009年2月に破産し関財人により立て直しを図っていたが、2010年10月に自己再生を果たした。 事故再生時の最高経営責任者は、ステファン・リュービッヒ、ステファン・ロービックで、従業員は1000名。月品源とハンガリーのジェールに製造拠点を持つ。2009年のヨーロッパの鉄道模型市場でのシェアは1位。2位はホーンビー、3位はロコ、4位はフライシュマンであった。日本語では、メルクリン、マークリン、メルクリン兄弟車などと呼称される。 同社の鉄道模型製品は頑丈な作りで、耐久性に優れ、他社の追随を許さない。チーク玩具としての側面も持っており、運転性能が重視されている。このため、急曲線を曲がれるように車輪のフランジを高くしたり、長い客車の長さを縮めた、ショートスケールモデルを採用するなど、やや玩具的な一面もあるが、全長を短縮した分だけ車体側面の窓の数を、 減らすなど、できる限り実物の印象を損なわないようなデザインに努めている。時代に合わせて製品を拡充するが、常に旧製品との互換性を考慮しているため、旧製品も同じ線路で走らせることができ、堅牢さとも合わせて親子三代にわたって楽しめる鉄道模型と言われていた。一見、保守的で旧体依然としているように見受けられるが、Z ゲージ、 デルタシステム、メルクリンデジタルの導入など、技術革新に積極的な一面もあり、常に業界をリードしている。メルクリンデジタルは、多数の列車を同時に制御するだけでなく、走行音を再現したり、パンタグラフの上下も制御、できる。コマンドステーションの導入により、さらに操作性が向上し、機能が拡張された。ホゲージでは、 ほとんどの鉄道模型メーカーが直流2000式を採用する中、メルクリンではレールの曲線が同一であることから自由な接続が可能である点を重視し、鉄道模型創成機の流れを組む交流三線式を主力としている。交流三線式がメルクリンシステムとも呼ばれるのはそのためである。架空電車線方式の電気機関車などの車両ではレールの中央に位置する。 第3線と同電位の下線を配線することで実物同様にパンタグラフからの給電を可能としている。動力車の進行方向を変える際にレールの曲線を変える方法が使えないため電磁石を用いた機械式の逆転機の装備が特徴となっていたがメルクリンデジタルになってからは方向転換もデジタル式を行うようになっている。シーサインモーターの導入により トルクカーブを設定することができ、低速での運転がよりスムーズになった。世界中にコレクター、収集家がおり、ロッド・スチュワートやアメリカのロナルド・レーガン元大統領も愛好者だったとされている。元 F1 ドライバー、リカルド・パトレーゼは自宅に膨大なコレクションを保有しており、世界でも屈指のコレクターとして知られている。初期の製品はオークションにて高値で取引されている。 一番ゲージ製品の生産は1969年に一度途絶えたが、1978年に蒸気機関車を発売して復活した。1994年からは遊びに重点を置いた金属製のマキシシリーズ、マークリンマキシの展開を開始した。2005年を最後にメルクリンマキシのマークは使われなくなったがシリーズはまだ続いている。 2007年に一番ゲージを製造するヒューブナーを買収した。ホゲージはメルクリンにとって主力であり、1935年の参入以来、当初はオーゲージであり、直流参戦式であった最も勢力的に新製品の開発を行っている。メルクリンはドイツにおいてホゲージの分野で約50%のシェアを持つなどリーダー的存在であり、ドイツ国内における 交流参戦式鉄道模型の市場においては、事実上メルクリンの独占場である。車両は、ドイツ型のみならずオーストリア、スイス、ベネルクスを中心としたヨーロッパ各国型を生産しており、エキスポートモデルとして毎年発売している。また少数ながら、アメリカ型も生産している。客車の縮尺は、ホゲージの限られた線路スペースで少しでも、 長編成を楽しめるよう長さの未縮尺1、100夜縮尺1、93.5に短縮するなど、ショートスケール化の配慮が施されてきたが、ショートスケール市場が見込めないフランス向けは短縮せず、正規の縮尺1、87を採用してきた。近年はドイツでもフルスケールモデルを好む傾向があるため、短縮せずに正規の縮尺1、87を採用した製品も、 発売している。かつてのホビープログラムと同様の初心者向けシリーズで2011年から展開が開始された。以前より発売されていた製品や新しく作られた内蔵バッテリーを電源とする列車などが展開されていい。ホビープログラム用のトラックス機関車も引き継がれた。かつてはハモ、ハモブランドで販売していたがトリックス、トリックスを参加に収めてからは トリックスブランドに統一された。メルクリンとトリックスの間で当初は重複する製品もあったが、現在では収束されている。1997年にトリックスを傘下に収めたことにより、ミニトリックスブランドで展開をしている。1960年代にメルクリンでも、独自に N ゲージ製品を試作していたが、発売には至らず Z ゲージを発売した。 1972年に縮尺1-220の Z ゲージをミニクラブシリーズミニークラブとして発売。これまでのメルクリンブランドの製品は交流三線式であったが、Z ゲージのみはハモシリーズと同様に直流二線式となった。長らく世界最小の鉄道模型として訓練していたが、2005年に ZZ トレインにその座を奪われた。しかしながら、 ミニクラブでは、河川終電や高い耐久性の動力車、広く展開された線路システムなどが備えられているため、他メーカー製品の追随を許していない。2007年に、LGB ブランドで G ゲージを展開するレーマンを買収し、産化に加えた。レーマン時代はニュルンベルクで生産されていたが、メルクリン産化にいるいると、ハンガリーで生産されるようになった。2009年に、 メルクリンが破産すると生産設備はアジアへ移された。メルクリンはいくつかのブランドで展開していた。休止したり途中で展開を打ち切ったものが多い。1895年から1954年まで生産されていた。車両はブリキ製で縮尺1、45、期間 32mm であった。アンテックス。 アンテックスは1964年から1968年にかけてオランダとベルギーで展開されていた交流参戦式コゲージブランド。プリメックス、プライメックスは1969年から1992年にかけて展開されていた交流参戦式コゲージブランド。主にスーパーマーケットや百貨店で販売されていた。ホビープログラム。 ホビープログラムは1991年から2005年にかけて展開されていた初心者や年少者向けの交流参戦式、ホゲージのシリーズ。2011年からはメルクリン、マイワールド、マークリンマイワールドとしてかつてのホビープログラムに相当するシリーズが登場している。縮尺1 45の狂気鉄道のシリーズが1970から1972年にかけて展開されていた。線路は、ホゲージ用のものを流用し、オースケールで、ホゲージの線路を用いることから、オホとも称していた。C タンク、三軸蒸気機関車と、C 型、三軸ディーゼル機関車、二軸の客車、他車、線路が入った、スターターセットなどが販売された。 ハモ、ハモは1963年にニュルンベルクに独立して設立されたメーカーであったが、1963年にメルクリンの産加に入った。1966年から直流2000式、ホゲージの展開を始めた。電気方式以外では、交流3000式製品との変更点は少なかった。1990年代半ばには、 直流2000式のハモデジタルシステムを市場に投入した。1997年にトリックスを傘下に収めてからはハモブランドは使用されていない。1914年から1999年にかけてメカノやエレクターセットに類似した組み立て式機構セットを販売していた。1967年から1982年にかけてメルクリンスプリント マークリンスプリントと呼ばれる1、32スケールのスロットカーを生産していた。メルクリンでは1930年代にも、ひとじき、スロットカーを生産していた。当社版印刷がされたブリキ製の自動車や船など、かつては多く種類の玩具、模型を生産していた。これらの一部は復刻生産される場合もある。愛好者、コレクターのための公式クラブがある。 メンバーにはマガジンやニュースが送付される。毎年会員登録をすると、歌詞などのメンバー専用の製品が申定される。メンバーしか購入できないインサイダーモデルの販売などの特典もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。